あなたの家を支える大黒柱はどこで生まれ育ったのか、その目で確かめてみませんか。私たち森と家づくりの会では、滋賀県の木を使って地域の職人の手作りで家づくりを行っています。手作りの家づくりでは、住まい手が家に使う大黒柱の伐採に立ち会います。そうすることで、家に使われる木がどこで育ち、誰が育てたのかを知ることができるのです。また作り手にとっては、自分の育てた木を最後まで見届けられることが喜びになります。住まい手さん自身が山の中に入って、自分の家のふるさとがやっぱりそこの山にあるっていうことを感じていただく。で、入居家さんにとっては、町にまた森ができるというふうな、まあ、そういう思いを通わせていただく、まあ、そういった時に非常にこう嬉しく思います。滋賀県の木材 100% で作る木のお家、その魅力は一歩足を踏み入れればきっとわかります。滋賀らしい価値観、ここクール。